次の発表として笠原先生よりご発表いただきます。笠原先生、よろしくお願いいたします。はい、すみません。この論文は、UBC の星さん、リエティの牧岡さん、エスリと東北大学の鈴木さん、クイーンズランドの田中さんとの協調の、プロジェクトで、ノンファーマティカルインターベンション、テレワーカビリティ&インボンタリーセパレーションという、論文です。で、問題意識としましては、まあ、日本では強制的でないロックダウンポリシーというのが行われて、まあ、そのせいもありまして人々の移動というのが、まあ、時間軸を見ると随分変わっていって、でそういった、政策から、インデュースされた人々の動きの変化というのがどのように失業者の上昇もしくは、感染者数の減少に寄与したかというのを調べています。まあ、特にそのコンテクストで県ごとで、テレワーカビリティがだいぶ違うので、そのテレワーカビリティの役目というのを分析します。でこの分析を深く踏まえて、失業者数と、感染者数のトレードオフというのを定量的に分析しようというのが、最後の目的です。でまず図を見せるんですけれども、この図はソリッドラインが千葉、神奈川、大阪、埼玉、東京における1週間ごとの感染者数の上昇成長率です。それが4月から9月の初めまでです。これがさっき言ってたグラフです。ストリートラインが1週間ごとのケース、感染者数の上昇率。で、ドットのラインが5件における、2週間ラグを取ったものの Google モビリティです。まあ、このように時間軸を取るとだいぶ相関が高いというので、まあ、人々の移動の変化というのはやはり感染者数の上昇減少に、関係していると。で、まあ、この裏にあるのはいろんな、県で、まあ、ちょっと違ったタイミングでいろんな政策をしていると。でまあ、代表的なのはステイトオブマインドですし、緊急事態宣言で、その他に学校のクロージャー、あとバーのクロージャーなどなどあるんですけれども、まあ、こういった県ごとの、ポリシーの変化のタイミングの違いを利用して、47都道府県のデータを使って、なんとかポリシーの変化、もしくは人々の移動の変化がどのように失業率、もしくは感染者数の変化に影響を与えたかというのを、この論文でやっていこうということです。まあ、まず最初にちょっと大きなところでスタイライズファクトとして、COVID のケースと金融危機のケースでどのくらい実際に失業者が増えたかというのをちょっとやってみたいと思います。まあ、3月と、まあ、10月ですかね、金融危機が起こったのは。で、まあ、こう比べていくと、ここで緑色が失業者で、青いのが、すいません、間違えました。緑色が休業ですね。で、青いのが失業。で、比べてみると、まあ、8月、これ前年度比なんですけれども、まあ、3月ではほぼ前年度比で失業者は増えてないんですけれども、7月になると失業者が増えてきたと。まあ、似たように、金融危機の時も失業者が増えていると。まあ、失業者数の変化を比べると、まあ、金融危機の方が3ヶ月後、4ヶ月後というのは、ちょっと大きめなんですけれども、でも半分以上、金融危機のエフェクトに対して半分以上の失業者数のエフェクトがあるので、まあ、COVID のケースでも、今、7月の時点でも失業者数の、影響というのは大きいだろうということです。でこれは失業者数もいろんな理由で失業しているんですけども、特に、雇用主都合で失業した人たちの、というのは、まあ、その失業者の中でも半分以上を占めていて、
でそれはあの金融危機の時でも同じなんですけども、まあ、実際にこの、ペーパーの分析では雇用主都合で失業した人たちというのをメインの非説明変数として見ています。であのこのペーパーではあのまだデータのアクセスがないのでできていないんですけども、レイバーフォースサーベイの全国レベルのデータを見ると、まあ、あのどう誰が一番その失業で被害を被っているかっていうと、やはりあの非正規の人たちっていうのが今3月と7月を比べると随分あの失業が増えていて、正規の人たちっていうのは比べるとそんなに数的には変わっていないということです。これはあのデータがないのでまだできていません。で、まあ、あのこのようなスターライズファクトを踏まえて、まずあのロックダウンポリシーと人々の移動の変化がどのように失業に影響を与えてきたかというのを、分析したいと思います。でこれがあのスペシフィケーションなんですけれども、前年度比の、47都道府県の、事業主都合での失業者数の変化というのを非説明変数に持ってきて、でそれにあの例えば Z というのはポリシーインデックスもしくはモビリティインデックスを、メインの、説明変数として持っています。ただここであのポリシーの影響もしくは人々の移動の影響というのは、まあ、東京と地方ではだいぶ違うだろうと。で特になんで違うかっていうと、やはりテレワーカビリティが違うと例えばポリシーのヘッドというのはやはり違うだろうということで、テレワーカビリティとの交差項を、考えます。で使っているデータはあのマンスリーパネルデータで、県レベル であの2月から7月のを使います。で、メインの非説明変数は、雇用保険事業月報から、事業主都合の、雇用保険創出者数を雇用保険資格創出者数をメインの、非説明変数としています。でポリシーインデックスはあの7ある、ポリシーバリアブルの、平均値で、モビリティインデックスはあの Google モビリティから取ってきて、ワークプレイシーズ、リテール、グロッサリー、トランジットという4つ あの、モビリティインデックスを、Google モビリティのインデックスから取ってきて、それの平均値を使っています。で実際に47年都道府県でどのくらいあのポリシーインデックスの変化が違うか、もしくは Google モビリティの変化が違うかというのを時系列で、プロットしてみると、まあ、ポリシーインデックスなんていうのは非常にあの県によって随分インプリメンテーションが違う、もしくは Google モビリティも、まあ、あの傾向としては同じなんですけど、マグニチュードがだいぶ違うということで、これからの識別に大事になってきます。で 失業者数の変化もあの県ごとによってだいぶ違います。まあ、ただ失業者数の変化に関しては前年度比でやっぱ県ごとによってだいぶあの、ボラタイルなところがあるというのはこの図から見えると思います。でテレワーカビリティに関してなんですけれども、ここではあの4つの違ったテレワーカビリティインデックスというのを、作ってそれを使っています。で一つはあのディンケル・ニーマンっていう非常にもう有名なあのテレワーカビリティのインデックスがあるんですけれども、これを、日本のオキュペーション・クラスケーションにマップすることによって作った、もの でこのディンケル・ニーマンっていうのは、どういうオキュペーションがテレワーカブルかというのを、使って、作っていて、だからイクサンテなメジャーですね。イクサンテにオキュペーションというのはこのオキュペーションはテレワーカブルだっていうのを使って、そういうのから、県のオキュペーションの分布にマップすることによって作るというメジャーです。これをあの作ったのと、あとジョーネットの、またちょっと違ったオキュペーションクラスケーションなんですけど、これを使ったものを2つ作っています。でもう一つ、まあ、リクルートも同じようなことをやってるんですけど、パーソル、ラインっていうのがサーベイして実際にどのくらいの時間をテレワークしましたかっていうサーベイクエスチョンをしていて、そうすると実際にテレワークアワーズがどのくらいかというのが、県ごとによってデータとしてあるので、それを元に、テレワークインデックスというのを使っています。まあ、あのこの4つを使って全部実証あの分析するんですけども、まあロボセンスチェックとしてやるんですけども、大体みんな同じような結果が出ているので、やっぱりテレワーク
クアビリティっていうのがやっぱ重要な変数なんだっていうのが分かります。で一応自分らのメインの結果はここのパーソルのものをメインとして出します。でこのパーソルのテレワーカビリティを見ると、埼玉、千葉、東京、神奈川といった関東、特に東京ですねが非常に高いテレワーカビリティを持っていて、大阪地方もあると、まあ、東京ほどは高くない、あとは福岡とか愛知とかそういうところがちょっと高めに出ています。まあ、最後でトレードオフの話をしたときにどのくらいテレワーカビリティがトレードオフの形に影響を与えるかというので、まあ、東京をメインに見るんですけれども、もし東京が愛知ぐらいのテレワーカビリティだったらどのようなトレードオフに図になるかというようなカウンターファクチャルを後で見せます。でこれがリグレッションの結果なんですけれども、まあ、Google モビリティ、モビリティが上がると、まあ、これメインの非説明変数が失業、事業主都合での失業者数なんですけれども、そうですね、モビリティが上がると、そうですね、失業者数が減ると。みんなもうちょっと経済をオープンしてくれよっていうのは、モビリティを上げることによって雇用者数を増やそうということですね。ただ、もうちょっと言うと、逆に言うと、ポリシー、ロックダウンポリシーのせいでモビリティが下がると、失業者数が上がると。でこのようなロックダウンの影響というのは、実は東京のようにテレワーカビリティが高いところだとオフセットして、東京だ と、モビリティがだいぶ下がるんですけど、それにもかかわらず、実は失業者数っていうのは地方ほど、下がっていない、そういうような結果が見えます。これ単位ってどう見ればいいんですかね。それはモビリティと、はい、これはですね、モビリティの、そっか、ちょっとこれトレードオフの図まで待ってくれますか。そうすると実際に、実際のモビリティを動かした時にどれだけの幅の、失業が変わるかというのが見えるので、それだと分かると思います。はい、一番最後になりますけど、はい、すみません、その、はい、質問でしたいんですが、モビリティの意味は何ですか。これは政府の政策 の、 要するに行動規制が厳しくなったかそうでないかということなのか、それともデマンドというか消費者の需要が増えてるとか減ってるとかいうことなのか。あとで感染者数の、モデルの推定の時にもうちょっとそこのところは、自分たちの考え方を説明したいと思いますけれども、モビリティの変化にはもちろんポリシーというのが特に5月頃っていうのは効いてる。あとゴールデンウィークとか休日、7月の終わりの休日もしくはお盆の時期っていうのはモビリティ下がるから、だからそういう休日も効く。でそれ以上に、人々は自発的にケース数が上がるとモビリティを下げるっていうパターンが見えるので、実際の現在のケース数っていうのもモビリティに影響を与えると考えています。あとでモビリティがどのように決まるかという回帰分析もするので、そこでもうちょっとはっきり分かります。はい、はい、ありがとうございます。このでこモビリティの裏にあるのは、まあ、一つの重要な変数としてポリシーがあって、でポリシーロックダウンポリシーがあるとモビリティが下がるので、係数は逆に出ます。で同じことを、違ったテレワーカビリティの LINE とか ディンゲル・アン・ニーマンとか、あともうちょっと違った形でディンゲル・アン・ニーマンのインデックスを使ったのでやっても同じように、同じような結果です。もう一つやったのは、ポリシーをインストルメントとして使って、モビリティがポリシーからインデュースされるときのモビリティの影響というのは失業者の影響というのはどうなるかと。で、まあ、同じように交差項の3位は同じなんですけども、ただ比べるとインスメント使わないときに比べるとマグニチュードはちょっと大きくなっているので、ポリシードリブンのモビリティの変化に関して言うと、ちょっとマグニチュード的にはちょっと違ってくるかなという、大きくなるかなということ。あ、すいません、
1点だけすいません、データのところでなんですけど、モビリティの変数を作られるときにグロッサリーの変数も中に含まれてたと思うんですけれども、はい、そこも一緒にしているのは何か意図がありますか？というのはグロッサリーは要するにスーパーマーケットとかなので、リテールとは多分少し違う動きをしていて、在宅が増えたときにこうスーパーに行く人が増えたりっていうのがあると思うんですけど、はい、そこを分けて分析されたりっていうのは試されてますか？ですね、分けてはやってなくて、それは何でかっていうと、ちょっと僕は US のデータでもやってるんですけど、US のデータとかでもそうなんですけども、やはりコーレーションが非常に高いので、分けてやって、それのコエフィシェントのアイデンティケーションというのは非常にきついと。でも確かにおっしゃる通り、グロッサリーはだけは、例えば モビリティのがどのようにこれ、グロッサリーを説明変数として、使って、このモビリティがどうやって政策とか、過去その時の感染者数とかに影響を与えるかっていうと、グロサリーだけちょっと違うんですね。例えば感染者数が増えた時にグロサリーっていうのは実は一時的にちょっと上がったりする、みんな買いに行くんで。だから確かにおっしゃる通り、ワークプレイス、リテール、トランジットは非常に似たような動きをして、同じようなリグレーション結果出るんだけど、グロサリーだけはちょっと違うというのはあります。ただここではアイデンティケーションちょっと厳しいので、はい、県別データだけではやってないと思います。あ、了解しました。で、サマリーなんですけども、ロックダウンポリシーもしくはモビリティの減少というのは失業者数をどうやら、増やすようだと。で、この、ネガティブな影響というのは東京などのテレワーク比が高いところではちょっと低めに出るということです。これはインタープレテーションとしては東京とか大企業が多いところだと、ロックダウンが起こっても家で仕事ができるようなオキュペーションとか企業とかが多いからわざわざ雇用を人々の失業へとつながらないということ。で、次にロックダウンポリシーと人々の動きはどのように感染者数に影響を与えたかという、分析をします。で、この分析のフレームワークというのは、僕MIT のビクター・チェルノズコフと同僚のポール・シュリンプとで、US のステートレベルデータを使って、どのように US で、感染が決まっているかという分析をして、時に使ったフレームワークを使って日本のケースに当てはめてます。メインの、非説明変数というのは、グロースレート、ケース、感染者数の成長率がどのように決まるかというのを目指しています。で、これはどのように決まるかというと、メインの一番大きいところはやっぱモビリティが上がったり下がったりすると、ケース数が上がったり下がったりすると。じゃあモビリティはどうやって決まるのかっていうと、もちろんロックダウンのようなポリシーが影響を与える。ただもう一つ重要なところというのは、現在の感染者数もしくは現在の感染者数の成長率というのが、自発的な、自粛行動の制限へとつながるというのがデータ上見て取れるので、重要なところで感染者数を、がモビリティに影響を与えているというのを取り入れます。あともう一つ、感染者数、過去の感染者数というのは現在の、成長率、ケースの成長率に影響を与えるというのは、これは Google モビリティというのは人間の行動全部を、リプレゼントしているわけじゃないので、例えば感染者数が増えると、手を洗う頻度を増やしたりとか、ソーシャルディスタンスをきちんと取ったりとかマスクをつけたりとか、そういうような行動の変化があるので、それは Google モビリティでは捉えきれないので、そこのところをコントロールする意味でも、モビリティを通した影響だけじゃなくて、感染者数の過去の感染者数がダイレクトに、成長率に影響を与える、もしくはそのレイテントな見えない行動の変化をキャプチャーしていると思ってください。で、あともう一つ大事なのは、これは2週間の図なん、コーザルダイアグラムなんですけど、実際は感染者数が決まると、それが次にインフォメーションとなって、
その時の、あのモービリティに影響を与えるという、こういうダイナミックなフィードバックがあります。でこれはあの非常にカウンターファクチャルとかやるときに大事で、例えばポリシーが変わったときにどう、感染者数が変わるかっていうのを、分析する際にはこういうダイナミックなフィードバックがあるというのをきちんとキャプチャーしないとだいぶ間違った結果になるという。であのケースグロースリグレッションアナリスの、感染者数がどのように決まるかという回帰分析なんですけれども、まあ、あのさっきやったあのさっき見せたコーザルダイアグラムを、リグレッションのフレームワークに落としたものです。で、感染者数の成長率というのはモービリティとインフォメーションでも重要なのはあの2週間前ですね。2週間前の、モービリティと、情報に影響を与えでによって決まると。でじゃあ2週間前のモービリティというのはポリシーとその時の感染者数によって影響を与えいうことです。だから一応コーザリティというのはこういう感じになってでまたフィードバックがあるという感じですね。でデータなんですけども、感染者数に関してはデイリーデータがパネルで取れるのでそれを使います。マーチ3月の29日から8月の31日まで、民間のところで、デイリーケースとか、テストの数とかを、集めてパブリックにアベイラブルにしてのでそこから取ってきています。ポリシーインデックスは、失業者層でも使った、7つの、ポリシーの、平均値です。ただ、もともとのデータはあの日ごとであるので、その日ごとの、データで作っています。で、モビリティインデックスも同じように日ごとであるので、日ごとのデータを使っています。ただ、月曜日と日曜日とかで、全然、リポートの仕方も違うし、あんま木曜日ですか、日本の場合だと。木曜日と日曜日だと全然リポートの仕方も違うし、あとは、モビリティの動き方も全然違うので、全部 7days moving average を一度取って、ただデータは日ごと。だもちろんこういう 7days moving average を取ると、シリアルコーレーションがタイムシリーズで起こるので、スタンダードエラーは、県ごとでのクラスターを使って、きちんとそのシリアルコーレーションはコントロールしながらインファランスしています。これはさっきの話ですね。2週間前のモビリティが、成長率に影響を与える。で、あと、成長率と2週間前の Google モビリティの 2way プロットをして、それぞれの県ごとでどのくらいタイムシリーズでコレーションがあるかというと、どの県でもポジティブなリレーションがあるようだと。で、これがメインの、結果ですね。そうですね、ケース感染者数の成長率というのはモビリティが上がれば成長率も上がると。ただ、もし感染者数がすでに大きいとみんなその Google モビリティではキャプチャーされないような手洗いとかマスクとかソーシャルディスタンスの取り方とか行動を変えるので、たとえモビリティが変わらなくてもケースが上がれば成長率は自動的に人々の行動の他の行動の変化から下がっていくということです。あと これモービリティがどのように決まるかというところですけれども、まあ、ポリシーは効いてると。だからロックダウンポリシーがあればもちろん5月とか見れば分かるようにみんな動かなくなるということですね。ただ面白いのは、ポリシーが効くんですけれども、例えば東京のようなテレワーカビリティが高いようなところだと実はポリシーのエフェクトっていうのはエクストラに効いてくる。なんでかっていうとロックダウンポリシーでみんな外出ちゃいけませんよっていう と、大企業とかはじゃあ その言う通りに外行かないようにしてなんとかテレワークしながら家で仕事してもらいましょうってできるんだけど、地方とかの例えばレストランとか観光とかそういうとこやってるところっていうのはいや行かないと仕事はできないよっていうことになってるので、そんなにはいわゆるロックダウンをされても実際に人々は動くということです。すみません、はい、1点確認なんですけど、ちょっと先ほどのデータの期間のところをちゃんと記憶してないんでそこの確認も兼ねてなんですが、今のそのテレワーカビリティが大きくなるとポリシーのインパクトがマグニファイされるって話で考えると、そのポリシーが引っ込められたときにはその分だけ
モビリティの変動が大きくなるということになると思うんですけど、一方でその東京なんかだとテレワーク始めるとそのままテレワーク続けてるという面もあるかと思うんですが、ここはそこまでは、あ、でも8月まであるということは、はい、どう考えたらいいでしょう。つまりその東京ではそのテレワークがわっと始まって、でポリシーの効果が強く出るんですけれども、ポリシーが引っ込められるとその分テレワークがまたガッと元に戻って通常の勤務に戻る。それはちょっとスペシフィケーションのもうちょっとやってみないと分かんないところですね。で、一つは、まああのその影響をシメトリックに取ってるので、もしそのことをきちんとやろうと思えば、上に上がるケースと下に上がるケースでそのポリシーのエフェクトとテレワーカビリティの工作を分けて、回帰をするということをやればその、仮説は検証できると思います。ちょっとやってみます。ありがとうございます。で、この、エスティメット推定値を使って実際に東京でのフィットを見ると、まあフィットはそんなに悪くなさそうだということですね。で、面白いのは、これ2週間前の Google モビリティとか感染者数を使って、すいません、2週間後の感染者数を予測できるので、例えばこのデータだと8月の31日までしか使ってないんですけれども、その2週間後、例えば今日ぐらいまでの、感染者数の成長率の、に関する予測はできると。まあ、だからこれを見ると、まあ、9月の初めぐらいだとだいぶ東京が落ち着いたような感じになったけど、今週になって、いや実はちょこっとケース数が増えてきたよっていうようなことが起こってるから、まああながちそんなには外れてないかなというのがあります。で、この感染者数の分析と失業者数の分析をの両方の結果を踏まえて、どうにか失業者と、感染者数の上昇というののトレードオフというのをデータベースで何とかできないかと、エンピリカルにできないかと、大体もうある、みんなやってるのはマクロモデルを書いてパラメータを設定してこういうトレードオフの分析をしてるんですけども、あんまりデータできちんとエンピリカルにエスメートしたものを使ってのトレードオフの分析っていうのは僕の知る限りないので、それをどうにかできないかというそういうアテンプトです。ではまずはどのようにトレードオフを考えるかというところから始めないと何をやってるかよく分からなくなるので、できるだけシンプルなモデルでトレードオフというのが何のトレードオフの話をしているのかというのをちょっと話したいと思います。で、まあ、一番僕が考えたのは一番簡単な考え方というのは、もしかしたら生産活動、何かを作る何かを売るという活動をするときには、まあ、人が必要、エンプロイメントが必要だと。ただレストランとか観光業とかっていうのは実際に働く人がそこまで行って行かないと、人の動きがないとそもそも生産活動ができないような、生産活動というのはあるだろうと。で、それでそれをレオンティフで考えると結局、エンプロイメントだけじゃなくて人々のムーブメントというのもインプットとして必要だという生産関数を考えます。で、これでレオンティフにして、オプティマリティのコンディションを考えると、生産プロダクションというのは、まあ、ここリニアなレーバーに対してリニアなんですけれども、ムーブメントもなければ、生産活動はできないと。ただムーブメントが変わった時にどのくらい生産が落ちるかというのは、このファイというファンクションのスロープで、分かるんで、それがテレワーカビリティを表している、そういうことを考えます。で、これをもとにまあ、マクロで、やるようなソーシャルプランナーのモデルを考えて、それにサードモデルをくっつけたような、ウェルフェアマクシマイゼーションの、問題を考えます。で、ここ、まあ、ちょっと複雑に見えるんですけれども、まあ、実際やってることは簡単で、まあ、このサーモデルというのがここにあるんですけれども、まあ、キーとなるのはレーバーが上がると生産量が上がってユーティリティが上がると。それが生産することでみんながハッピーになる理由だと。ただ、生産量が上がるとやっぱモビリティを上げなきゃいけないので、モビリティを上げると何が起こるかっていうと、
ここの、パワーコンタクトとかいろいろインフェクションのレートが上がってくるので、実際にインフェクションされるインフェクシャスな人たちっていうのが上がってくると。でインフェクションの人が上がると何が起こるかっていうと、最終的には死ぬ人が出てくると。もちろん他のヘルスホスピタライゼーションとかオーバータイムの、ヘルスのプロブレムとかあるんですけれども、そういうのを含めて、まあ、ここでは一応デッドというのをメインの、トレードオフとして考えます。で、まあ、これをちょベルマンイクエーションに書き換えてファーストオーダーコンディションを書く と、まあ、トレードオフとしては、雇用を増やせばマージナルユーティリティが今日増えると。ただ雇用を増やすとインフェクション、感染する人が増えるので、感染した人が増えると死ぬ人が増えるので、それは良くないと。で感染でもう一つ重要なのは、今日感染した人が増えるとサーモデルっていうのはエクスポネンシャルグロースが起こるので、今日感染した人が増えるとネズミ公式に明日も明後日もどんどん増えていくんですね。だからその感染者数が増えるというのは、明日死ぬ人が増えるっていうだけじゃなくて、将来の感染者数も増えるという意味で、なんかダブルパンチで来るという、そういうようなメカニズムが見えます。唯一救いなのが、まあ、感染者数が増えれば今後感染する人がサセプタブルな人が減るので、そこでは一応逆の効果が起こると。でまあ、このモデル非常に簡単なんですけれども、自分らがやった2つのリグレッションアナリシスのベースとなるエッセンスが入っていて、例えば一番大事なのはここのインフェクションがどうやって決まるかという式なんですけれども、これを書き直すと、実はケースグロース、感染者数のグロースの、リグレッションの元の式になります。またジョブロスリグレッションというのはジョブロスとモビリティがつながっているというのが一応含まれています。でこれをもとにどうやってトレードオフを表すかということを考えたんですけど、まあ、キーとなるのはやっぱりモビリティで、モビリティが上がったり下がったりするとケースグロースも上がったり下がったりするわけですね。でモビリティが上がったり下がったりすると失業者数も上がったり下がったりする、もう下がったりするので、このエスティメートを使ってこのモビリティが両方とも右辺にあるので、右辺のモビリティをこの値をどんどん変えていって、でそうするとカウンターファクチャルとしての感染者数と失業者数が出るので、それを、図に表してみようというのが一応トレードオフのアイデアです。でそれをこう図に表してみるとこんな感じになります。でこれは川口さんの質問とも関係してるんですけど、まあ、とりあえずこのグラフを見てください。こっちの方ですね。でこっちの方が実際の東京のショートラントレードオフを表しています。縦軸が1ヶ月の間に起こる、総感染者数で、横軸が1ヶ月の間に起こる、失業者数です。で、東京の実際の値というのはここにあって、でただ東京の7月の値というのは、例えばモビリティでいうとだいたい 0.25 とかそのくらいなんですね。ここから例えばみんなもう感染を気にしなくて、動き出したらどうなるか、1月とかぐらいのレベルまで動き出したらどうなるかっていうと、みんな感染気にしなくなるとモビリティ上がって感染者数は増えていくと。ただそのおかげで失業者数は減っていくと、そういうトレードオフが見えます。でトレードオフの値的には1人失業者数を減るのに、これだとだいたい7人か、1人失業者数を減らすのに7人感染者数が上がるというトレードオフがここでは見えています。で次に注目してほしいのが右のグラフなんですけど、右のグラフはもし、東京のテレワーカビリティが愛知県のテレワーカビリティが同じだったらどういうトレードオフのグラフになるかというカウンターファクチャーをやっています。でこれだと一つは右側に行くと、テレワーカビリティがあるとなぜかこう失業者数が増えると、まあ、なんとなくテレワーカビリティが低いと失業数は高くなるよねっていうのはなんとなくインテュイティブな気がするんですけど、それだけじゃなくてトレードオフがちょっと緩やかになるというのがあります。
で、これが1ヶ月の間の、トレードオフで、実はもう一つ強調したいのが、1ヶ月の比較的ショートランのトレードオフと、もうちょっと長い期間でのロングランのトレードオフというのは全然違くて、特に感染者数に関してはエクスポネンシャルグロースが起こるので、例えばここのすごい高いキャミラティブグロースをこうやってグロースのハイグロースを起こしていると 2ヶ月後3ヶ月後になると非常に感染者数が増えるので、ショートランとミッドランのトレードオフとは全然違ったものになるというのが次のグラフです。これは3ヶ月、ジュライからセプテンバーの間の3ヶ月の3ヶ月間モビリティが非常に高かったらどうなるかというグラフなんですけど、東京だと、もし、モビリティが、1月と同じぐらいになってるとどうなるかっていうと、感染者数の値というのが、例えば実地だとだいたい4人ですか、1万人に対して4人感染者数があるのが、もし、モビリティが1月と同じで3ヶ月間そのモビリティのままでいる と、225の、1万人あたり225の、感染者数が増える、まあ、これはもうサーモデルの特徴でどうしてもエクスポネンシャルグロースっぽいことが起こるので、増えてしまう。それはしょうがない。まあ、一応でも重要なのはここではなんとか数字を出してみようという試みなので、一応数字としては1ヶ月間のショートラントレードオフとしては、1人ワンジョブをなんとか減らすには7人の人が感染する必要があるっていうのが少なくとも7月のケースで、でただ、まあ、それだと、まあ、死亡率もだいぶ低いから、感染しても知る人っていう確率もだいぶ低いから、まあ、許容できるかなって言ったときに、じゃあ、それをずっと3ヶ月続けようというと、もう3ヶ月後には感染者数がバッと増えて、それでネズミ公式で増えるので、一応こういうモデルでやると、ワンジョブロスに対して25のケースが必要だっていうことになります。でも、これ、フリップサイドもあって、東京とかだと、もし、感染者数が上がったときに、ちょっとした引き締めをすると、みんなテレワーカブルだからそんなに失業が増えずとも感染者数を減らすというその逆の効果もあるので、東京とかは実はもし感染者数が上がったらちょっと引き締めるっていうようなそういう政策をうまい具合にやっていくのが可能なんじゃないかなと思います。地方よりも簡単だと思います。こうした数字は東京と愛知どう違ってくるんですかね。の方は、はい、ここですね。まあ、なんか感覚的には東京の実地というのはここで、それを愛知のケースに動かすと、カウンターファクチャルをするとここになって、で、例えばこれをこう、どんどん上がるとどうなるかっていうような感じですね。そうすると、まあ、横軸だと大体20、ジョブロスが20に対して、感染者数が、225から25だから200ですね。だから、200、100ですか。100。なんか合わないな。合ってるのかな。20に対して200だから、合ってるのかな。もうちょっと違う。10になりますね。10。愛知のケースだと。これ10。愛知だと10です。愛知の方が少ない。少ないんです。なるほど。どっちに行くかによるんですけども、どっちに行くかによってちょっとイメージが違ってくるんですけども、逆に感染を落とそうっていったときに東京というのは非常にいいポジションなんですね。だから東京なんかはもしかしたらもうある程度オープンにしておいて、ちょっとやばくなったらこう引き締めるというような政策も可能。そのテレワーカブルだからこそそういうフレキシブルな政策がもしかしたらできるかもしれない。最後に、まあ、コンクルージョン、まだ時間な、僕何分まででしたっけ。あと2分ほどお時間あります。あ、そう、2分ですか。まあ、コンクルージョンは、まあ、見ての通りなのでちょっと飛ばして、ちょっとインプリケーションを僕話したいんで、キャビアとしては、まあ、見てるエコノミカーとか非常に限られたものが失業であると。で、あとヘリサーとかももちろんケースというのは日本の場合だと特にもしかしたら
あの死亡率が低いかもしれないなんてことが言われているので、だいぶリミットがあるというようなキャビアがあって、またあともう一つ言うのは Google モビリティって人々の行動の一部でしかないので、ここでトレードオフ考えたときに、あのポリシーによって Google モビリティが全てそれだけがあのポリシーが影響を与えるものだというようなことを言ってますけど、実際はあの他の人々の行動も変えるので、トレードオフは他 の, あのデータ上見えないようなモビリティがあのを考えるともっと大きくなると僕は思っています。それが一つで、もう一つはあのこれ多分すごい大事なことで、やりたいんですけどもデータがない、まだ手に入らないので、申請してるけど労働力調査とかなかなかくれないのでできないことなんですけども、このトレードオフを考えるときに、あの人によっても全然トレードオフのが違うというのが根底にあって、それが一番ポリシーメーカーとして頭が痛いところだと僕は思っていて、でなぜかというと、まあ、ジョブロスリスクっていうのはやっぱり正規と非正規では全然違うし、オキュペーションでもインダストリーによっても全然違う。だからあのこのすごい確率、あの全あたかも一人の人間がいるかのようなトレードオフの図っていうのはこういうヘトロジェニティ全然キャプチャーしてないので、だいぶ大事なところがミスしてるなと。で同じようにあのヘルスリスクというのがもう全然若い人と 年がいってる人、もしくはメディカル何かしらの疾患を持ってる人とではもうヘルスリスクが全然違うので、まあ、ソーシャルメディアとか見るともうみんなそんなコロナのことなんか考えずみんなあの外に出ようぜみたいなソーシャルメディアで言ってるような人はいるけど、そういう人たちっていうのは、まあ、基本的にヘルスリスクが低いから言ってるだけで、でここで大事なのはあのネガティブエクスタナリティというのがこのあって、で結局こう考えると、例えば正規の人っていうのはあのまあロックダウンしてもいいよねって思うけど、非正規の人にとってみればたまったものだよ。であの若い人にとってみればどん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 経済を動かした方がいいよねって言ったけど、でも年取ってる人でリスクがある人にとってはちょっとそれはっていうことで、ここ で重要なのはあのそこなそれがその個々人の中で結果を被るんならいいけど、結局若い人が感染するとあの結果としてそれ大勢の若い人が感染すると年を取った人も感染するので、そういうネガティブエクスタナリティをどうやってうまくポリシーを使ってインターナライズしながらオプティに持っていくかっていうのは非常に重要なイシューだけど難しいイシューだなと思います。はい、以上です。あ、ちょっと質問をしたいんですけど、あの、はい、このトレードオフの関係の中で移動させるのはポリシーで移動させるっていうでしょうか。いや、そこまでは何も考えてないです。これはもう本当にあのなんていうんですかね、とりあえずトレードオフというのが何かと、トレードオフってみんな言ってるけど実際何だか分かんないか、何かしらその定量的に考えよう。もちろんエクソジナスにポリシーを移動させて、ポリシーの影響というのがモビリティだけを通してやるんだったらこういうことになると思うんですけど、さっきもちょっと言ったけど、Google モビリティだけが人々の行動の変化じゃなくて、多分ポリシーをするともっと別の行動変化をインデュースすることによって、あのこの形というのは全部変わってくるので、これはもっと Google モビリティを何かしらの仮想的な、状態でこう動かしたときに何が起こるかというトレードです。要するに、まあ、モビリティを通じた、まあ、影響っていうことですよね。そうですね。モビリティも Google モビリティでのメジャーでキャプチャーできるモビリティですね。もうちょっと言う、まあ、さっきもおっしゃってましたけど Google モビリティはその割とマクロな状況を見ているんだと思いますけど、その個別のまあ、日本では話題になっているのは歓楽街みたいな夜の街 の働で働いている人がいろいろ地方に移動して拡散させたとかいうことが言われているんですけど、そういう特定の業種とか特定の 階層の人のモビリティをあの調べる、ある検出するっていう、まあ、データとかそういうのは ないですよね。そんな 人のレベルの人の属性がついたデータセットって僕は知らなくて、ただ、今まあ何度かそのデータをゲットしようとしてるんですけども、やっぱり細かい地域、例えば
まあ、新宿とかもっと細かい駅周りとかそういうもっと言うと、500メートルもしくは250メートルメッシュでの全国の人々の移動のデータというのはあるので、でその地域ごとで人々の属性が違ければ、例えば新宿の歌舞伎町だったらやっぱりいる人の属性とはだいぶ違うので、だからそういうその細かい地域のメッシュぐらい、もしくはまあもうちょっと大きい市区町村でもいいから、そういうもうちょっと細かい地域のデータを今集めようとしていて、それを使って、こういう分析をやり直したいなというのは思っています。ついでに一つ聞くと、その、移動距離が長いか短いかみたいなことは言える、何か検出できるデータってあるんでしょうか。それはセルフォンデータで、GPS 使ってあると思います。あ、それ こういう研究に使わせてもらえるデータが、お金があれば。あ、そうですか、そうですか。なるほど。はい、距離がなんか重要だと感染症の人が言っててですね。近所でなんかその新宿で人が、渋谷で人が増えても実はそんなに関係なくて、東京と栃木県とか、なんか東京と関西とかの移動が大きくなると、感染が増えるという、なんかそういうそういう実感を持ってるらしくてですね、そういうのはデータで検証できるといいなと。ね、ドコモとか KDDI とかソフトバンクとか、それぞれ、まあ、データを提供している、GPS の移動データを提供している会社があって、でそれぞれでちょっとずつ違った形でデータの提供というのは、やっています。それはメッシュ、まあ、いろんな、さっき言った、じゃあ この人はこっからどこに行って、どこに行ってっていう、その移動、人ベースでの移動のデータというのもその中に入っています。ああ、なるほど。ありがとうございました。県間の人の移動に関して、数年に1回の単位とかでは調査が確かあると思うんですよね。それのウェイトで、その県間の移動が変わるっていうふうに仮定して、その、なんていうんですかね、他の県でポリシーがあったときに、ある県の、人流がどう変わるのかっていうのを、そのウェイトを使って、こう、算出して、それをもとに、その、さっきのリフレッションをやり直すとかしたら、ある程度扱えたりしないですかね。うん、まあ、元データの例えば NTT とかソフトバンクと KDDI がどの程度その人の情報を持っているかっていうのはね、面白いところですね。でも確かに川内さんが言ったようにサーベイデータベースで人の属性までついた移動のサーベイとかがあって、それをうまく組み合わせれば、もうちょっと何かしら分かるかもしれません、ね。笠原先生、ご発表いただきありがとうございました。